はい、こんにちは。今日はですね、日韓情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。韓国外相が日本の海洋放出に憂慮表明、ニュージーランド外相と電話会談。韓国のチョン・ウィヨン外交部長官は11日ニュージーランドのマフタ外相と電話会談し、両国関係や国際社会での協力などについて意見交換した。外交部が伝えた。チョン・ウィヨン長官はパンデミックにより両国のワーキングホリデー制度が運用されずにいるとし、状況が改善されれば早期に再開できるよう協力を要請した。また日本政府が東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出を決定したことに関連し、この決定が周辺国との十分な事前の協議や科学的根拠の提示なしに行われたことに憂慮を表明し、国際原子力機関 IAEA など国際機関を通じた安全性の検証が重要であると指摘した。これに対しマフタ氏はこの問題に対する太平洋の島嶼国の憂慮に触れた上で IAEA と協議を続けていくと述べた。両氏は来年両国が国交樹立60周年を迎えるのに合わせ、人的交流を拡大し、ポストコロナ時代における経済などの分野での友好協力関係を強化していくことを確認した。このように報道されております。で、韓国はですね、この他にもアメリカですとかデンマークなどにも日本の処理水に関する憂慮を伝えていますけれども、すでにアメリカ政府は日本支持を表明していますよね。で、デンマークはですね、この問題に関する沈黙を保っています。で、今回ニュージーランドもですね、 IAEA と協議を続けていくというふうに対応していますが、その言葉の意味するところは特段問題視しないということですよね。こうしたニュージーランドの対応は当然予測のつく反応です。と言いますのは、アメリカ政府と IAEA がですね、日本政府を支持すると表明している中にあって、ニュージーランドとしてはですね、特段問題提起をする背景というのはないと思います。で、ニュージーランドとしてはですね、米中対立という国際情勢の中において、日米豪印クワッドにイギリスも積極的な参加姿勢を示し、オーストラリアやイギリスもこの日本の処理水に関して特段ですね、問題提起ということをしていない中、この対中国ということを踏まえた国際情勢を鑑みればですね、ここで日本の処理水をめぐりまして韓国と歩調を合わせるというのは考えづらいと思います。で、それは火を見るよりも明らかだと思います。ですから、こうした韓国のニュージーランドへの働きかけというのはあまり意味ないと思うんですけれどもね。でですね、韓国処理水問題で外交構成、対日関係さらに膠着。韓国のチョン・ウィヨン外相が2月の就任後、茂木外相と初めて行った5日の会談は、日本の東京電力福島第一原発処理水の海洋放出決定にチョン・ウィヨン長官が強い反対の立場を示すなどして平行線に終わった。韓国政府は海洋放出の問題点を広く国際社会に訴える外交方針を打ち出しており、いわゆる徴用工や慰安婦訴訟で悪化した日韓外交のさらなる膠着を招いている。チョン・ウィヨン氏は5日の会談で処理水放出について、韓国民の健康や安全、海洋環境に潜在的な脅威を及ぼし得ると強い懸念を示した。チョン・ウィヨン氏は招待国として出席した先進7カ国 G7 外相会合でも、日本の放出決定を念頭にインド太平洋地域の海洋環境保全で協力する必要性を強調した。韓国外務省は有効な手も打たずに日本の放出決定を許したとの国内世論の非難にさらされ、太平洋沿岸諸国などに海洋放出の問題点を訴えていく方針を打ち出した。4月下旬中米コスタリカで開かれた中米諸国との外務次官会議の共同声明に、海洋汚染への共同対応の必要性を盛り込んだほか、チョン・ウィヨン氏はベトナムやデンマークの外相との電話会談でも海洋放出問題を持ち出している。5日の会談で茂木氏が徴用工や慰安婦訴訟で日本企業や日本政府に賠償を命じた韓国の判決について、適切な措置を求めたのに対し、チョン・ウィヨン氏は日本側の正しい歴史認識なしには歴史問題が解決することはないと反論した。チョン・ウィヨン氏は4月の韓国メディアとの討論会で、慰安婦問題などをめぐる日本政府高官との過去の協議で、もっと良い代案を持ってこいと日本側が自分の主張を押し通す交渉態度にかなり驚いたと、日本政府への不満を公然と語っており、対日交渉の責任者としてのチョン・ウィヨン氏の資質を問う声も上がっている。このように報道されております。で、4月の慰安婦判決ということにおいては、韓国の裁判所は日本の主権免除の原則を認める判決を下しました。その後ですね、今回の日韓外相会談ということがあったわけですが、韓国メディアの記者の解説によりますと、5日の日韓外相会談についても韓国内でも次のような批判の声があります。日本に融和的態度を見せ始めた大統領府に
忖度した裁判所はその判決で明らかに日本寄りのメッセージを送ったわけです。しかしその直後のタイミングでいつもと同じく壊れた蓄音機のように正しい歴史認識を持ち出すとはセンスがなさすぎる。大統領府と外交部の意思疎通が取れていないのかと心配になるレベルです。まあ、このような声が韓国内からもあるということなんですよね。でやはりですね、この2015年の日韓合意ということに関しましては、ムンジェイン大統領もですね、日韓の国家間の合意であるということを認めるとしまして、でそれを前提にするならばですね、韓国側が今回の日韓外相会談において態度を軟化させても、まあ、よかったわけですけれども、やはりそうならなかったのはですね、ムンジェイン政権の支持率が過去最低を記録し、まあ、政権の求心力が落ちているということが背景にあるように見えます。でムンジェイン政権と韓国の裁判所などのですね、この数年の経緯ということを振り返ってまいりますと、まあ、今回の国家主権免除の原則にしても、処理水の件に関しても、あるいは旧朝鮮半島出身労働者をめぐる日韓請求権協定や2015年の日韓合意をめぐる問題に関しましても、ムンジェイン政権やですね、韓国の裁判所というのは、この国際的なルール、原則に基づいて行われていることに対して、まあ、ある種ですね、反発しているように見えます。しかしですね、こうした姿勢というのは、自由民主主義国家陣営には受け入れられずですね、その結果、韓国の外交というのは、自らその外交的な孤立を招く結果となっているように見えます。で、日本の処理水をめぐりまして、韓国政府と歩調を合わせているというのは、中国とロシア、北朝鮮ですよね。で、こうなってまいりますと、日米合意のブルークワッドに対しまして、中ロ韓北のレッドクワッドとなりそうな雰囲気です。韓国ではですね、大統領選挙が始まってまいりまして、日本は総選挙を迎えます。まあ、そうした政治情勢を考えましても、日韓情勢というのは今後も膠着状態が続くものと思われます。ありがとうございました。ネット大衆紙ブルーカラーではメンバーシップ機能を開放させていただきました。メンバーになってもならなくてもブルーカラーの動画は今までと変わりなく無料でご覧いただけます。今回のメンバーシップの意図はですね、純粋にブルーカラーの活動をご支援いただくものとしてご理解いただければ幸いです。考え方としては投げ銭スーパーチャットと同じような考え方です。僕の動画に対して皆様それぞれの価値観に基づきご支援額を選んでいただければ幸いです。またメンバーシップはいつでも解約が可能です。ブルーカラーのメンバーシップには月額390円から1190円の5つの料金体系がございます。現状支援額による特典の差は設けておりません。パソコンからメンバーシップの手続きをするにはですね、このメンバーになるのボタンをクリックしていただきます。そして料金を選んでいただきまして、メンバーになるというボタンを押していただきます。その後、お支払い方法を選択いただきまして、購入ボタンを押していただければ手続き完了となります。スマホから行う場合もほぼ同様の手続きとなります。ただ iPhone の場合はですね、このメンバーになるのボタンが出てこない場合があります。ですので、この動画の概要欄にですね、メンバーシップ手続きへのリンクを貼らせていただいております。そちらのリンクをクリックしていただければ、あとは流れに沿ってメンバーシップのお手続きがしていただけるようになっております。今後ともネット大衆紙ブルーカラーをよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。